まあ、まずパート1、これ開幕戦のゴール見ましたね、こいつは、見ましたね。小林さん、どこ行っちゃったんでしょうね、前田選手ね。オランダ戻って、なんかインタビューに答えてましたけど、ね、そうですか。これすごかったですね、カナジーカナザワルね。このカメラワークも良かったですね、これどこのテレビ局でしょうか。これはですね、神谷町にあります、ね、テレビ東京。あ、そうですか。これ私が私で中継やったんですよ。あ、これいいシーンだというふうに皆さんね、褒めていただきましたけど、このね、これすごいシュート、森さん、前田さん出ましたね。これ前田すごかったですね、このいやいや、当たってましたね、この頃は。長嶋選手っていうのはもう絵になりますね。そうですね、これはちょっとバージョンが変わってますかね。この、ね、草木のシュートは私も見てました。これ万博でマリノスとやった試合ですけども、このシュートはすごかったですね。草木ってのはロングシュートあるんですよね。ディアスは足だけじゃなくて頭も結構やりました。水内さん、叩きつけるっていうのはもう基本ですよね。そうですね、似顔絵に描きやすい顔ですよね。これがね、いやそして武田ですかね。武田もファーストステージはちょっと調子良くなかったですけど、セカンドステージ、特にカタールから戻ってきたから ね素晴らしい活躍を見せました。これはアントラーズから実質優勝を決めたと言っていいと思います、この試合、ヴェルディ戦。まずスイートスポットが当たってますね、僕の大好きな水沼選手。また水内さん、ディアス選手、入ってくるときいいところ入ってきますね。そうですね、ツボを心得てます ね。いやー、惜しいですね。惜しいですか、これすごい。あー、すごい。これ森さん、キーパーどうしようもないでしょ。ですね、これはね、やっぱり上の方が取りにくいでしょ、上の隅の方が。あ、その日の調子によって違いますけど、僕の前は特に一応上がなんかみんなに弱いって言われるんでそうみたいですねいや届かないじゃないですか、やはり下はこう届く、バタンと倒れれば。体の大きさとか違いますね。体の大きさじゃないですね、得点っていうのは。得点となって、これも綺麗なシュート。でも森さん、ディフェンスのね、守る側の立場から言うと、あ、ここをこうしとけば、あそこはしとけばっていうのはやっぱりそのゴール決められた後っていうのは思い浮かびます、その守備の、守備陣の指示とかそういうことを含めて。あ、やっぱ終わった後に、あ、分かることもあります、ね。これ戸川さん、この山田の突破はなかなかすごかったですね、これも本当に勢いというのが大事ですね、ストライカーってやっぱり勢いが自分でできちゃうと絶対止められないっていう感じがあるんじゃないですか。はい、ね、あれですね絶対決めると思える時って絶対決めるじゃないですか。あ、そういうもんですか、これはね、カズのシュート、ゴールキーパー触ってるんですけどね、加藤ですね、加藤ですね。森さん、今のボールやっぱり難しいですか。そうですね、
入ったから難しいんですよ、ね、なるほど、まあ、いいところには飛んでますけどね、ちょっとね、まあ、下がってましたよね。これブルーですけどレッドですね。よく飛びますケンタ、長谷川の突破走り方がいいですね。ね、あね、どうですか。見てくれます。これはあのアントラーズが優勝を決めた浦和レッズ戦。あ、石井君の2点目ですね。そうなんですね。あの石井が右のインサイドで蹴るんですよね。これ水内さんこの時は出てました、ね。出てましたっけ。はい、やっぱり目の前で優勝決められるってのは嫌なもんでしょ。そうですね、2回もやってしまいましたね。そうですね、なかなか体験できることじゃないですか。これは伝統芸にならない、伝統芸にならないそしてベテランの風間、あー抑えた、いいシュートだ。あ、いいシュートですね。富樫さん、このミューレルという選手も、はい、あのシュート上手い選手ですね。そうですね、なかなか出番がなかったんですけどね、はい、ややこうひ弱さがあるんですけども、このテクニックというのはね上手いですよ、ね、してる。これはもう嫌なシュートですね、相手にとりやすい。この中西もいいシュートでした。ちょっとドライブをかけてね、左強いですよね。この間は確かあの水内さんとそれから森さんとそして今映ってました中西さんもこのスタジオに来てもらったんですが、このねジョルジーニのシュートはね、これ技ありでしょ。やっぱり水内さん、ペナルティーエリアの中に入って何をするかっていうのが、なんかこう、テントリアのね、そうですね、見せどころって感じしますよね、うん、職場ですね、職場ですよね。さあ、これはフリューゲルス戦、ラモスのシュート、森さん、はい、これ、どうだったんですか、この時。これ、確か1点目ですよね、はい、多分危ないですよ、これ、ええ。ハリが直前まであのシュートしたって思ってませんか、はい、流れの中でシュートしますけど、ね、これタイミングがちょっとずらされたような感じですか。いや、これが高いから届かないですね。おうん、あれ以外にやることはそうなかったですね。素晴らしい、素晴らしいしね。ラモス最近ああいうシュート多くありませんか、これ浮かすようなね、ちょっとループ気味の、覚えちゃいましたね、あの良さを、良さをね。これはそして12月15日に行われましたアントラーズ対ヴェルディの試合の先制のアルシンドのゴール、ここも縦に抜くと見せかけといて切り返してのシュート。さあレッズ、さあ水内さん、これは決めて当然です。素晴らしいですね。どうですか自分でご覧になって。美味しいとこ入ってきますよね。さすがドンベイギですね。そうですね、いいパスくれましたね本当に。前にいるのどうですか。元吉さんですね。あ、なんで戻ったのか分からないんですよ。フリーキックだったんですよね。あ、その後で。そうですね、リプレイが多いですね。リプレイ多いですね。これ大事な見なくていいシュートだった。この辺りはね、まず最初にご覧いただくのはこれです。これすごかったです。私あのこれ中継してた試合なんですけどもね、なんか先ほど話聞くところによりますと、ジーコは練習で20本打ったら20本決めるとかね、小林さんおっしゃってましたよね。私あの鹿島の関係者に聞きましたけども、水内さんはフリーキックの練習はあんまりやらない。センスないんで。やっぱり任せます人に。やっぱりそういうのってあります、その向き不向きみたいな。そうですね、練習しないだけでしょ。すればできるでしょ。やればあれぐらいならあれぐらいならないですよ。
ジーコ見てるそうですよ、この番組。そう、カズもしょっちゅうやってるらしいですよね。あ、カズは練習してるらしいですね。この前も決めましたね。カズのロングシュートとかやっぱりシュート力はもう練習で培われた、この 2,3 年培われたものですからね。この木村和志のこのセンタリングもいいとこあげますね。森さん、はい、キーパーとして守ってて、こう一番嫌なボール蹴ってくるなってのは誰ですか？セットプレーで。セットプレーですか？やっぱこのエドゥもそうだし、あとは、みんなすごいですよ、やっぱり。そうですか。J リーグの人はすごいです。日本の選手ではどうですか？日本ですか？あまり見てると、はい、日本の選手がフリーキック蹴るってのはあんまりないんですよね。ああ、なんか列でよく蹴ってます。そうですね。列はあの広瀬選手がね、うまいですね。これはアルシンド。これはアルシンドね。アルシンドもよく練習してます。またね、ちょっとキーパーに伺いたいんですけど、壁から壁作ってますよね。その上から来るボールって見づらいですか？そうですね。あ、これ僕言われるんですよ。あ、それより先にそのままダイレクトで入る。いや違うんですよ。違いましたっけ？うわ、もうキーパーちゃんや思うんですけどね。いや、正当ですね、これ。キーパーチャージ。キーパーチャージですね、あれね。本当は。本当はね。あんなに殺到して、いましたね、ハンセンという選手が。いましたね。でも、このハンセンのシュートすごいですね。ハードですね。ああ、ちょっと。いいですね。あれにかかってるんですね、アウトフロントに。いいです、ハンセンと言いました。すいません。今ね、どうですか？すいません、カメラマンがずっこけましたんで何のことかと思ったんですよ。あ、そういうシャレ、すいませんでした。完全なせんでした。あ、やっぱりしかし富樫さん、はい、出てくるのはあのリトバルスキー、ジーゴといったところ、アルシンドもそうですけども、外国選手が出てきますね、名前がね、この辺りは。やっぱりここぞという時に決めますよね。これ印象的でしたね。ディフェンスに当たるんですよね。当たってコースが少し変わる。さあ、また登場です。エドゥ。あの先ほどもちらっと伺ったんですが、エドゥが練習の時ゴールキーパー入ることあるって、ね、はい、話だったんですよね。どうですか、エドゥのフリーキックって。もう調子がいい時なんか最高ですよ。やっぱり20本蹴ったら20本入るような感じですか？いや、そこまでいかないですね。ジーコのやつも多分大げさですよ。これはね、キーパーがね、ちょっと触ってるんですけども、弾いて後ろへ入れてしまいました。エドゥって長めが強いですよね。あ、割と短い距離よりも体も狙ってきますよね。これキーパーのミスですよね。そうですね。ちょっと残念でしたね。この磯貝うまいですね。これすごい。これすごい。でもかなり風も強かった、風も強かったんですね、この時。風に乗って、リッキー抜かれたのに風がなくて俺の時できんのリッキー。あ、そうですか。いや、知らないです。これ、パベルは触って、触ってないんです。触ってないですね。いや、触って入ったの。でも触らんでも入ってたけど。そうですね。とりあえず触ってみ、とりあえず、触ってみ、とりあえずやったの。え、さあ、そして森さんが一番やりにくいというか怖い相手といったディアスですね。ディアスの切り返しって嫌ですよね。富樫さん、このディフェンスとしてはね、ディアスはまあ左ですから、切り返してくるとのある程度分かってるんでしょうけどね。あの勢いだったら、まあディアスはあの左利きだけども右足もかなり打てますしね。今度はアルシンド。こうしてみますと本当に外国の選手ばかりが目立つんですけど、水内さん、水内さんもやっぱりカーブかけるときはかなりこうカーブかけるボールを蹴ることができるんでしょうか？そうですね。でも僕の場合は
あんまりないですね。でも、練習なんかでやってみてっていうのはありますけどね。犬しかのこぼれ玉突っ込むタイプですね。そうですよね。狙ってる、美味しいとこ狙ってるタイプですね。そこら辺にボールが来るということを読む力っていうのはね、やっぱりストライカーの場合必要ですもんね。森さん、はい、壁、まあ、指示しますよね、はい、で見てるとね、壁にが割れて入るシーンって結構多いじゃないですか。そうですね。ああいう時ってのはやっぱりキーパー言うんですか。いや、でも割れてんじゃないかと思って、後では言わなきゃダメでしょうけど、うん、その試合中とかやっぱ観客の声とかうるさいので、あんま聞こえないんで。このシーンもちょっと壁が割れてしまうんですが、これ富樫さん、カズの確かフリーキックの J リーグ初得点じゃないですかね、フリーキックのね。これがカズが。マリノス小泉に引っ掛けられてジーコ大転倒、3回転半。明らかに足に行った小泉にはイエローカード。しかしこれでは収まらない。お詫びの手を差し伸べた小泉に、こうなればアルシンドもヒートアップ。しかしこの後さらにもう一悶着。手を出したジーコにイエローが出た瞬間、怒る指定コンビジーコとアルシンドにニヤニヤと笑う審判。この一件でアルシンドは4試合出場停止というきつい処分を受けた。